水鉄砲です。はい、前から気になってたシリーズ、今日はね、岡山市の北区の竹部町に来てます。で、ここね、豪雨の時に、この橋ね、使えなくなってたんですよ。で、今回ね、ちょっと渡ってみようかなと思います。で、橋もね、以前ずれてたんですけど直ってます、完全に。ちょっと今日は、歩いていこうかなと思います。歩いて、渡っていこうかなと思います。あんましあれですけどね、ネタ的に。はい、原動付きおよび電動車両については、通行禁止としますと。これ閉めると通行止めなんですね。はい、ちょっと渡っていきます。今日はすごい天気がいいので気持ちいいですね。あと風もね、程よい感じで。で、この、ね、橋を渡ったところに、竹部温泉あったりとかね、竹部温泉かな、八幡温泉かな、はい、あったりとかします。いいですね。隣にはね、JR 津山線が通ってます。あそこもね、カメラのスポット、いいスポットらしいですね。はい、まあ、たまにここで鮎を釣ったりしてる人がいるんですけど、今日は、いないですね。あ、でもバーベキューしてる人いますね、向こうでね。そんななんかまったりした、場所ということです。だいたい5分もかからないぐらいの長さですけどね。真ん中に来ると結構ね、たわみというか、ありますね。まあ、それほど深くないのかな。豪雨の時に、まあ、8月だったかな、この橋の上まで水が来てたんで、まあ、相当な水の量があったというわけですよね。こことか通行止めでしたから。幸福橋っていうところなんですね。あ、自転車等も、入れないということです。まあ、基本的には歩行者のための道なん、あ、橋なんですね。
まあ、ムサにあるね、あの潜水橋よりかはだいぶ安全かなと思いますね。というわけで今日はねこんな感じでお送りしました。まあね、あの、まあ、この方の橋は最近できたのかな、最近というか、まあ記憶に新しいと、まあ、まあ10年とかそれぐらいかもしれないですけど、昔はもっとひどかった、ひどい橋というか、跡形もなく豪雨の後になくなってたような感じがするんですけど、こちらは本当にワイヤーとかあの流れてもいいような、感じになってますね。はい、まあたびたびあるねこの大雨による、被害なんですけど、あれなんかあるか、あのなんかね、わかりますかね、なんかね階段みたいなのがあります。終わろうと思ったところに向こうにもあります。見えますか、これは何なんですかね、昔からの何か痕跡なのかなと、まあ、おそらくここに昔から橋があったということでしょう。はい、というわけでね、ぜひ興味ある方は行ってみてください。温泉のついでにね、ぜひ。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。